にちは。ブランド腕時計バイヤーの井上です。今日はですね、今こそ90オメガというテーマで、90年代に製造販売されたオメガっていいよねといった話をしていこうと思います。時計歴が長い方にとっては懐かしの、そして若い方には一周回って逆に新鮮に映るかもしれないちょい古のオメガを5本紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは主に時計に関する情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、時計がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、90年代のオメガ、この動画の中では90オメガと呼ぶんですけども、同時期のロレックスにも結構魅力的なモデルが多いんですよね。ただですね、そのあたりのロレックスは今じゃもうありえないぐらい相場が上がっていて、ちょっとですね、日常でさらっとつけて使い倒すにはもう向かないのかなっていうような、そういった位置づけになってしまいました。それに対してオメガの方は、まあこちらも若干値段は上がったかなっていう感じなんですけども、まだまだ許容範囲ということで、割と手を出しやすい価格帯なんじゃないかなと思います。あとはですね、ほとんどのムーブメントはエタの汎用ムーブメントベースですから、パーツも豊富ですし、維持していくにも安心感がありますよね。それでいて、今のモデルにはない軽くヴィンテージな雰囲気も味わうことができます。今ですね、軽くヴィンテージと申し上げたんですけども、この軽くというのがミソで、まあ60年代とかのガチのヴィンテージ時計も魅力的ではあるんですけど、やっぱりですね、日常的にこうさらっと使うには結構ハードルが高いんですよね。ケースの内部はまあ腐食してて、日常防水すら厳しい個体がほとんどですし、壊れたらですね、もうパーツが手に入らなかったりして、その都度特注でまあ作ることもできるんですけど、時間もお金もやたらとかかります。それが楽しいんじゃないかっていうような、まあ、ストイックな方もいるとは思うんですけど、今回はですね、まあ、あくまで日常ストレスなく使えるものとして90年代の時計を紹介します。というわけで早速やっていきましょう。おすすめの90オメガのまずは1本目ですね。1本目はシーマスタープロフェッショナルです。特にですね、今回おすすめしたいのがこちらの三振のモデルですね。これは映画007でジェームズ・ボンドが最初に装着したオメガです。自動巻きとクォーツのモデルがあって、映画に最初に登場したのはクォーツのモデルですかね。現在自動巻きで25万円前後、クォーツのモデルだと20万円前後で推移していますね。こちらでですね、登場がまあ今から27年ぐらい前ですかね。それぐらい前の時計なんですけども、今でも現役で十分というか、防水性能も 300m ですからね、バリバリ通用する性能を持ち合わせています。少々雨に濡れても気にしない感じで、このあたりをさらっとつけてるとですね、こなれた感があっていいんじゃないでしょうか。結構ですね、夜光が焼けた個体も多いんですけど、まあそのままでも雰囲気があっていいですし、夜光塗料の入れ直しなんかもできますからね。そのあたりのものをお安く手に入れて、オーバーホールと外装研磨で綺麗にリフレッシュしてから使うっていうのも賢い選択の一つとしておすすめです。このチャンネルの公式 LINE の方では、各ブランドのオーバーホール基本料金っていうのを自動で返信していますので、例えばですね、何かオーバーホール前提で中古で時計を購入する際には割と参考になるんじゃないかなと思います。詳しくはですね、動画概要欄の方に URL を貼っておきますので、もちろん LINE に登録する分には無料ですので、ぜひですね、いろんなブランドのオーバーホール基本料金っていうのを確認してみてください。というわけで、おすすめの90オメガの1本目はシーマスタープロフェッショナルでした。続いて2本目ですね。2本目もシーマスタープロフェッショナルなんですけども、ちょっとガラッと変わりましたね。先ほどのモデルのもう一つ前の世代のものを紹介します。ただここまで行くとですね、正直結構古臭く感じると思います。デザイン的にですね、ちょっと時代を感じますよね。でもそんな雰囲気を持ちつつ、この世代のモデルも、まあ、防水も 200m ですし、特段不安なく日常使いできるのでおすすめです。ただまあしつこいようなんですけども、ちょっと時代を感じるデザインですので、さらっとつけるっていうよりはヴィンテージな時計をつけてるぞという感じで、ちょっと気合を入れてですね、この時計に合うお洋服だったりシーンだったりが必要かなと思います。このあたりのニュアンスと言いますか、感じ方は人それぞれだと思うんですけど、先ほどの世代のシーマスタープロフェッショナルが日常にさらっとつけれる感じで、こちらの方のシーマスタープロフェッショナルはあえて古いのをつけてます感っていうのを出さないと少しダサくなっちゃうのかなと、まあ、そんな感じでしょうか。こちらはですね、今だとまあ10万円前後で手に入りますね。というわけで、ファッション的にはちょっと難易度高めかもしれないですけど、おすすめの90オメガの2本目もシーマスターのプロフェッショナルでした。続いて3本目ですね。3本目はスピードマスターのマーク40
40の AMPM です。どうでしょうかこの色使い。スピードマスターマーク40はですね、まあ、その名の通りスピードマスター誕生40周年を記念して発売されたモデルです。スピードマスターの誕生は1957年なので、まあ、その40周年ということで1997年発売のモデルですね。一応マーク40は3種類、まあ素材違いなんかも含めるともう少しバリエーション増えるんですけども、こちらの AMPM はその3種類ある中の1つですね。ちなみにマーク40シリーズで一番よく見かけるのはマーク40コスモスでしょうか。マーク40コスモスはですね、まあ、ざっくりとはこの AMPM の白黒版だと思っていただいて OK です。なので派手めな時計が苦手な方はですねコスモスの方をおすすめします。ただ今回はですね、まあ、より動画映えしそうな AMPM をピックアップしてみました。なんといってもですねこのレトロチックな色使いがいいですよね。ちょい古なんだけども逆に新鮮というかそんな感じで今こそさらっとつけたいモデルですね。機能的にはもうスピードマスターデイデートと一緒ですね。日付はポインターデートになってて黄色いスペースシャトルのような針で指し示します。それから12時1に月と曜日の窓がありますね。時計がですね止まってしまった時には調整するところがたくさんあるのでちょっと面倒くさがりな方にはあんまりお勧めしないんですけども、時計をいじくるのが好きな方にはたまりませんよね。ちなみにモデル名になっている AMPM っていうのはまあそのまま午前午後ということで9時1にあるスモールセコンドですね、こちらに秒針と一緒に24時間計も備わっているんですけども、この24時間計がちょうど正午のところで色分けされていて午前と午後が表現されています。割とですねデイ&ナイト機能ですか、18時くらいから夜ですよって感じで昼と夜を色分けしているモデルっていうのは多いんですけども、午前午後で分けてるのって結構珍しいんですよね。あとはまあ先ほど調整するところがたくさんあってめんどくさいって申し上げたんですけど、この24時間計がついててしかも午前午後がはっきりと色分けされているおかげで午前午後の合わせ間違いっていうのは防げますよね。月日付曜日時間とこう苦労してですね完璧に合わせたつもりが昼の12時に日付が変わってしまったらもう力抜けますよね。そういった間違いは防ぐことができます。金額的にはですね実は結構相場上がってて今だと32、3万っていうところでしょうか。物珍しさもありますし目を引くデザインですし、もちろん今後玉数が増えるっていうことはありえませんので状態のいいものがあれば手に入れてもいいのかなと思います。というわけでおすすめの90オメガの3本目はスピードマスターのマーク 40AMPM でした。続いて4本目ですね。4本目はこれまた派手めのスピードマスターでスピードマスターレーシング351061です。今ではですねこう割と落ち着いたモデルも出てきたスピードマスターレーシングなんですけども、登場したてのこの頃はですねもうド派手なモデルだったんですね。こちらはですね当時ベネトンからフェラーリに移籍したミハエル・シューマッハのモデルですね。赤以外にも青とか黄色なんかも出てるんですけど、赤き皇帝シューマッハのモデルですからやっぱりですね今回は真っ赤のこちらの351061をおすすめします。まあビジネスシーンではちょっと合わせるのが難しいド派手なカラーなんですけども、そこはですねもう完全に休日用と割り切ってですね休日にさらっとつけてみると意外としっくりきたりします。なんといってもこのモデルはですね時計そのものよりも箱ですね、フォーミュラーカーのタイヤを思わせるかっこいいデザインのケースなのでコレクションとして並べておくのもいいですよね。まあ箱を腕に巻くわけではないのでそこは販売価格とこう照らし合わせての判断にはなるんですけど、箱がまあ綺麗な箱がついてて値段もそこそこであればぜひですねタイヤ型のケースも一緒に手に入れてほしいところです。金額的にはまあ23万から5万っていうところでしょうか。4年間ほど製造されていたので今もですね中古市場でそこそこ本数があって選べますね。状態のいいものが選べるうちに手に入れておきたいところです。というわけでおすすめの90オメガの4本目はスピードマスターレーシング351061でした。さていよいよ最後の5本目ですね。ちょっと派手めなモデルが続いたので最後の5本目は渋めなスピードマスターファーストレプリカ359450です。こちらもですね3本目に紹介したスピードマスターマーク40と同じくスピードマスター誕生40周年を記念して企画販売されたものなんですけども、ファーストレプリカ単体としてはですねその翌年の1998年から販売されました。その名の通りですね1957年に誕生したスピードマスターのファーストモデルのレプリカバージョンですね。なのでメーカーのロゴのフォントも今とは少し違いますし、何よりですねスピードマスターのロゴの最後の R が下がってるんですよね。これがですねもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。これは下がり R と呼ばれて
ていて、普通のスピードマスタープロフェッショナルだと5代目までですかね。こちらもヴィンテージの入門期的な感じで人気があります。いわゆる当時物の下がり R を手に入れようと思ったら、一番新しい5代目のスピードマスタープロフェッショナルでももう50万円ほどですかね。スピマスはですね、まあ、ロゴ以外にも結構ですねマイナーチェンジとかをしてるので、組み合わせによってはですねもう100万円を超えるんですね。そんな感じでちょっと気軽には手が出せない領域になってるんですけど、こちらのファーストレプリカであればまだどうにか30万円台で手に入るということで、レプリカとはいえ結構狙い目に感じます。あとはですね、下がり R 以外にもこの矢のような形をしたいわゆるアロー型の針もいいですよね。ビジネスでも使いやすくてこだわりも感じられてなかなかいいんじゃないでしょうか。というわけで、おすすめの90オメガの5本目はスピードマスターファーストレプリカ359450でした。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとですね、今回はオメガ縛り、90年代縛りということで、自分で縛っておいてなんなんですけど、結構モデルが限られちゃってですね、結局ですね C マスターとスピードマスターしか出てこなかったわけなんですけど、まあ、ただ本当にこの頃のオメガをさらっとつけると本当にかっこいいんですよね。今のモデルにはない魅力がたっぷりですので、最新モデルしか見てなかったよという方もですね、腕時計は中古でもオーバーホールと磨きをかけてやれば綺麗に気持ちよく使うことができますので、これを機会に選択肢の一つとして検討してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。